つうかまあ、普通に話すとニュースサイトとかね、痛いニュースとかに載ってたの。まあ、それで見たよね。あー、そうなんだ。へぇ。まあね、実際あれはひどかったね。写真見たら。ひどかった。うん。で、社長辞任したらしいけど、後釜は身内らしいよ。なんかあれだよね。肉とか鶏肉なのかよくわかんないのがもう、何の肉だこれみたいな感じだったよ。ひどいね。残飯もいいとこだよ、ほんとに。おーほー、ピヨッター。いやー、大輔強いな。大輔さんは最近伸びてるらしいです、噂だ、出た。しかも今日なんか相当調子いいって言ってましたよ、の試合から。今日はダガキャンが早いとか言って、うん、ケンシロウ無理な。あれなぁ、ほんと怖くやめてほしいよなぁ。地雷うっとうしいんだよね、あれ。あ、勝利落ちを超えての大輔な TOP コンボですね。勝ったのは TOP ソロとぶよーセット。じゃあ日記さんとソッドさんはやってる。肉さんとピザさんだね。肉さんとピザさんだね。うん。ピザ。ピザはいる。肉さん。さん。肉ピザ？肉ピザ？肉ピザ？肉ピザ。ああ。いやー、俺またこう、まあいいや。そうか、ホリエモンがあれだったんだっけ、株主だったの。あ、そうなん。へー、それは知らなかったぞ。ホリエモンとかね、早く AV 男優デビューすればいいのにね。なんでなんで。いや、だって AV 監督はしたでしょ、もう。あ、そうなんだ。うん、大の AV マニアだから、あの人。へー、知られざる AV マニアね。ゴジラ松井とかもそうだよね。あれは有名か。で、AV のあの、トーストのだけ、毎年やってる、なんかね、1位を決めるやつみたいな審査員してるから。へぇー。よく知ってんなぁ。でも AV で言えば、そういえば、ね、元 AKB。あ、リコ山口？リコ山口の話すんの？リナ中西の話すんの？リナティンね、元センターだからね、あれ。ねえ、いや、てか割と、割とまだいけるレベル。いや、多分メイクが悪いんだろうなって。ああ、なるほどね。メイクしたらどんな、あの、きっちりメイクしたらどんな顔になるか興味ある。まあ確かにね、それはあるな。でもなんかね、うん、そろそろもう一人出るんじゃないか説もね、ある。おぉ、そうなんだ。うん、そっちの情報はね、結構強いよ。そっち。まあ、ぽいね。そっちの情報は強いです。お前、相当偏ってるね。選挙も別に語れるけど。うん。うん、語れるよ、ちゃんと。眉毛来ちゃうかって書かれてますよ。えでもそっちの方が良くない？お前的には。いや、ダメなの。まあ、KI 独占販売とかならね、いいけどな。そこ KI 独占販売なら全然いいけどね。だから KI 大優でしょ。もう俺大優 KI でしょ。大優 KI でしょ。もう俺監督 KI、男優 KI、購買者 KI でしょ。俺のための俺による AV。 いやー、それは、もう俺はどうなんだろう。もういいよ、眉毛だけに2時間使っちゃっていいの。いや、まあ、ありなしで言ったら、
ありでしょう。ありです。完全にありでしょう。完全にありです、うん。追加メンバー必要ないと。追加メンバーはね、うん、まあ、まあ、2、3に追加するなら、うん、まあ、追加も俺は可ですけど。可ですか。可ですね。追加なしか不可で言ったら可ですね。うん、じゃあ。松井咲子言っておきましょう。ごめん、わかんない。松井咲子と大島優子言っておきましょう。じゃあ、もう手合いたり3人でいいよ。手合いガチ取りシリーズでいいよ、もうそれ。ガチが違うよね。ガチって、お前さん、あれからガチガチかけたつもりか、うまいこと言ってんじゃねえ、これ。ガチ撮りシリーズ俺もアップしようか。ガチ撮り始めましたね。やばいねそれは。なんかもう最近はなんか AKB 一緒なのお前の中の推しが推し、いやなんかね、お前アキナ、アキナミナミどうしたみたいな言われるんだ。ああ忘れるわけないでしょう。南と言ったらアキナですよ。欲張りじゃねえか。いや、こんなこと言ってるとね、KI さん DD かみたいに思われるけどね。DD、DD の説明前したよね。うん、それは知ってるよ。誰でも大好き、ね。誰でも大好きでしょ。うん、KI さん DD かって思われるけどね。うん、DD だね。だよね。だよね。DD だよね。DD だよね。だって可愛い子が多いんだ。可愛い子多いんだもん。いやまあでも、まあ、確かにね芸能人可愛い子多いからね、うんうん、もうね誰も知らないようなマニアックな可愛い子言ってって言われても俺言えるからね。そうだね、気持ち悪いね、うん、いや今の、まあ、俺の中の上位推しメン5人が、うん、そのうち3人ぐらい多分誰も知らないような子なんだ。そうだね、うん、テレビとかそういうマスメディアに対する露出もう出ないね。あ、出ないけどもこの子完全に売れてもいいだろうっていう。お前なんでそれ知ってるの、うん、なんで知ってるの、うん、9なんで知ってるの、うん、逆に気になるじゃんやっぱり。いやマスメディアだからあれしょ、グラビアとかは出てるの。センス。センス。え。センス探し求め探し当てる。うん、まあそうだ、俺やっぱそういうの見てるセンス。立ち回り、立ち回りがうまいかな。あ、立ち回りからの差し込み。差し込み。差し込み。まあそれはまあガチ撮りだよね。ガチ撮りシリーズになっちゃう。もうわけわからなくなってるから、差し込みでガチ撮りって。あれこれピザさんまずいんじゃないですか。まずいね。ね、まあ投げるよね。まあでもね、ほんと可愛いんだ、その子たちが。あ、そのうちじゃあ名前公開してあげるわ。今教えないんだ。今、うん、今誰か一人教えようかな、じゃあ。いやいや、別に。多分ね、いや、検索してもね、そんな出てこないレベル。なんでお前ら知ってるんだよ。うん、じゃあ、わかった。一人教えましょう。はい。じゃ佐々木、佐々木ゆかで検索してみてください。ゆかの漢字は佐々木ゆか、ゆかのね、ゆがね、うん、斉藤祐介、ハンカチ王子のゆに、あ、まああのよしことかにも使うか、か、人弁に、つちつち、はい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 、なるほどね、まあ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 、変わったな、ピザと。じゃあ次は、ピザ野郎対、銀レース爆発しろですね。うん、いや、その言うじゃなくて、青ですね。うん、ピザ野郎、君だよ。アイドルってなんかね、こう、進められるとさ、うん、なんかこう、反発しちゃうじゃん。なんとなく。ほうほう、この子可愛いよって言われるとさ、うん、なんか、うん、みたいになるじゃん。まあ、自分で発掘するのがちょっと楽しいんだろうけど、うん、まあ、そんな努力する要素がなく。ないよね。うん。AKB の中で可愛い子を探してみようとすると、うん、かなり素直になるとやっぱ有名どころに行き着くんだけど、そうだね、でもやっぱ歌舞伎たいから、うん、やっぱいやこいつでしょみたいな。俺そこ歌舞伎必要ないと思うんだよ。、うん、
あそこでなんか、まあ、やっぱ安定の篠田だよねとか眉だよねとか言い始めると、うん、なんかこうなんか所詮こいつもみたいな、ああれムカつくじゃん、せっかくお前に合わせてアイドル探したのにみたいなで探すんだけど結局解雇あんまりいなくて、でしょうがねえから変なの、まあ、なんかこうあんまり有名じゃないところを探し当てると、なんか B 戦とか言われ始めて、何なんだお前やみたいな。ケアはユータ、ケアはユータ、まだユータだけ、うん、まだユータだけ、なんでいきなりユータなんだよ、え、使いたくなっちゃったって言われた、ビビっとんなビビっとんな、あ、うめえ、パンポンポンポン、真の8段結構むずいんだよね、へえ、ユダ俺使いたいんだよね、コンボできるとなんかすげえそれ、なんか置き攻めしてるだけでそれっぽいじゃん、いやダガキャンでしょ、ダガキャンか、うん、最速ダガキャン俺それだけは練習したけど、うん、なんかでも状況確認ができないじゃん、うん、俺それだけは練習した、最速ダガキャンだけは結構練習した俺、ダガキャンだけは謎にできるだけ早い、うん、じゃあだから普通にだからブー1本あるときにダガキャンからのバニあのブー 2A でバニコン決めると、うん、あこいつできるなって逃げるじゃん、それだけでいい、それだけでいい、大体あるにもね、なんかメインキャラも死んでいくよね、俺本当に2回戦さ、うん、ヒゲさんと当たる確率多いね、多いよね、多いよ、完全に乱数偏ってるよね、乱数調整か、次は俺は妖精さんとサウザーシーンで血を洗うわけ、ま、そうね今のところ俺のサウザー今のところ1回は勝ってるから仕事はまだしてる方、あそうなんかラオウとやりたいんだって、うん、なんかラオウに対する、ああやったよ、くらいから聞いたんだけど、うん、ああこいつとはやったんでしょ、やった、でその後の試合でなんかヘイポーとか又吉くんとかとやって、うん、ぶっちぎりで分からしておいた、あっていうか一個だけ言えることが、うん、ヘイプオが最近ひどくてどう考えても、うん、ラオをにわかで使って俺から見ても、うん、明らかにひどいのでどうしたって言うと、うん、いやなんかわからなくなってきて悩める時期に入ってしまったようで、チャラポーあれか思春期か昨日悩める思春期で入っちゃったら、昨日お兄ちゃん来たんだあそうなんだ、うん、でなんか来たら開幕なんかネオウェーブをヘイポーがやってて、うん、誰とやってんだとチラッと見たら、うん、なんか知ってるか堀池さんみたいなどういうことだってなって、その後やってたんだ普通に北斗も、うん、でなんかあいや兄貴がこれ対策してるからできないんですとか言いながら、うん、なんか古法を貯めてるんだけど、うん、なんか起き NB とかし始めてハート開いてる、お前頭大丈夫かって話があって、ね、その B 何って聞いたら、うん、いやこれでアースを止めたいんだけど、その距離で一生届かないアースをお前はカウンターでもらえるのがだんだん楽しいのかってああ確かに、まあ確かに確かに何言ってんだけどお前大丈夫みたいなあれもハート対策しなんでしょ、いやまあね分かってんだけど、うん、いや分かってないって、分かってんだけどできない、分かってないって、で俺も試しにいろいろ試したんだ、うん、ヘビー撃ったら、うん、一撃終わらせられて、うん、ああ知ってんなやっぱできる人だなって思ったんだけど、できるよね、うん、でもうはこれがあるからできないんですよとか言ってるけど、うん、お前開幕からできないのかみたいな、ね、なんかエースでも返されるから、そうだね、そやっちゃいけないんだとか言ってるけど、お前相手のゲージ見とけよみたいな勝ったらピザやろうと、次最後はヒゲさん、ヒゲさん試合ですよ、飛ばせませんよっと、はい、あれ結局ユカチムはどうなったの、ユカチンって何、佐々木ユカはどうなったの、好きな男性タレントは、好きな男性タレント、えこれどういう意味で、いや普通に普通にそれタイはあんのかお前に、あタイはあるんですかお前に、いや好きな男性タレントね、好きな男性タレント誰だろう、誰だろうね、好きな男性タレントでしょ、高田純次安井さん完全にただの安井さんわかるけど面白いから適当っぷりがでしょ、普通に答えたけど
順序面白いからな、うん、うわこれはあー1個多かったこれ無理やり直し4番を打とうあーちょっとレシピが間違い ENC 見ると安井さん思い出すなこれは美味しくいただいて終わったあーっと残ったやばいぞこれカウンター死んだちょっと低かったどうしようこうなったそして1点大ピンチ終わったそっちどうしたの携帯片手にどっか行きやがったあまあなんか緊急うまいやっぱあいつはなやっぱあいつはなはうまいウエストないんですねあいつはなはうまいわうまいですよ空気が分かってるあーやっちゃったあーなるほどあーちょっとこれ惜しくてあー今の様子を出てる言えばあでもダウン直しでもいやかけないいける結局ビックックなんと効果ゲットさあ次は時ですかねいや裏返すと自分リア充してないんでみたいなすごい悲しいコメントになってるんですけどそう裏呼びというかリア充してリア充してるから良くなんだよ裏返す自分リア充してないんでしてないんでもう怖いですね、裏返すと消えた、流行ってんな消えたネタね、何人が知ってんのか分かんないんですけどね消えたネタね、割と俺の中で鉄板ネタなんですいや、このネタどっかでパナそうと思ってんだけどどこで言おうかなと思ってあれパナそうこれは見えないこれはですね見えないわー安定的な人権知ってる確かにこれは怖いですね4つ残しつつもユダ戦はでもこれブーストも結構大事な気がするんだよなそうですねほらトントンぐらいうんでもやっぱオーラの方が絶対多分間違いないには絶対必要だやめておけ頑張れたはいジャンプ引っかかってさあここに着地コパンに変わったあー1個足りないけどあれね頑張ればなんとかなマジで頑張れこれはいいガッキャンゲージがない見えてるさあ来ましたそれはぶつかけないとダメださあ鼓膜は死んだのねここからは設置のさっきのゲナーティメにブーストかければそのままバスケで死んでたかもねとピオッサーどうしてこうなっただから欲しいよさあお互いブーストが同じくらいガーちゃんはこれはきついこれはきついぞあっには通ってさあこれちょっとコンボミスったがコンボミスクリアれはさあねこれなるんですよ ND で、ね、それは無理だ相手が立っちゃうとあれなるんだよねマジでやーなん立ってしまうとあれになってしまいますしゃがんだら食らうじゃん、うん、どうすればいいのどうすればいいのしゃがん当たんないとやれ D の場合は当たんないっす当たんないの、うん、D の場合は当たんないっすちょっとまず変えるところないっす立っちゃったからあれなっちゃったんですねあさあ次はあ私の字ですか、はい、あれは無理だまあ多分めくれるだろうっていう目測だったからねあれは無理だった別にセットプレーのつもりで打ったわけじゃないから